マンスリーサガントスです今週から古川光二記者に代わり小辺スケ記者がお伝えしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますサガントスの熱い戦いを全力で伝えていきたいと思いますそれでは小ベさんまずチームの成績から伝えてくださいはい J1 サガントスはリーグ戦第28節の10月5日を終え通算成績は9勝6分け13敗の 勝ち点33、順位は変わらず14位です。9月の成績を振り返ると、前年王者の広島に屈したものの、湘南戦と川崎戦で2試合連続の完封勝利でした。ディフェンダー菊池選手やゴールキーパー林選手の途中加入をきっかけに、昨シーズンの躍進を支えた固い守りを取り戻しつつあります。そうですか。 剣種復活って感じですねところで9月の月間 MVP なんですがそんな堅い守りを支えた新加入のディフェンダー菊池尚弥選手が選ばれましたはい菊池選手は守備再建を託され7月下旬にアルビレックス新潟から期限付きで移籍しました加入直後の後半戦初戦からセンターバックのスタメンに定着し 的確なポジショニンンググととコーチングで守備をまとめまめしたサガントスは17試合で40失点を喫した前半戦から1点菊池選手が加わった後半戦10試合の合計失点は121試合平均の失点が1点以上少なくなったことがチームの好調につながっていますここで9月の月間 MVP 菊池直哉選手のインタビューをご覧ください後半戦に入って守備が安定してきましたが試合中心がけていることなどはございますでしょうかそうですね、まあ、僕が入ってからみんなに距離感のことは、えー、すごく大事にしようっていう話はしています、はい、残り6試合、残留に向けて、えー、戦っていくわけですけれどもチームとしてまた個人としての目標をお聞かせください。 そうですね。まあ、えー、っと攻めてる時にはやっぱバランスであったり、えー、僕らはやることいっぱいあると思うのでで、まだまだ安心できるような数字じゃないので、まずはえ一、ー、生そのまた上を目指して、えー、頑張っていきたいなと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、菊池選手の活躍に期待したいと思います。それではサガン鳥栖10月のリーグ戦の見どころです。 はい10月は5日に第28節の新潟戦が行われましたが1対3で敗れてしまいました19日は敵地で12位の清水エスパルスと激突します4月のホームでの対戦は0対1で敗れました清水から期限付き移籍中のゴールキーパー林選手が契約上出場できないためゴールキーパー 赤星選手の奮起に期待がかかります。27日はセレッソ大阪と今月唯一のホームゲームを行います。7月のアウェー戦では1対4の完敗。昨シーズンの J1 開幕戦で引き分けた後ナビスコカップを含め公式戦4連敗と相性が悪い相手です。セレレッソ大阪の豊富なタレント陣を 総合力で封じてほしいと思います。シーズンも残り6試合、広角圏内の16位湘南との勝ち点差はわずか8です。残り試合全力で戦い、J1 残留を早く確定してほしいものです。サポーターの皆さんも最後まで応援し続けましょう。そうですね。サポーターの応援が選手の力となります。小部さんありがとうございました。ありがとうございました。